かすみ。これで島に平和が戻る。あなたがやったんでしょ。あなたが全て解決したんでしょ。正しいことだったわ。あなたみたいな人がいるなんて信じられない。私がディーマを信用しなかった理由は、彼が献身的すぎたこともあるけど、あなたは彼にそっくりね。ねえ、私たちが初めて出会った時、あなたは私を迎えに来たよね。家に連れ戻すために。そのことについていろいろ考えてたの。私が家を出たからケンジとレイを傷つけてしまったのね。全てが順調のふりをして家にとどまることはできたけど、私は彼らを置いて出た。私は戻るべきなの。彼らはもちろん私のことを、娘だと思っている私のことをまだ気にかけてくれる。二人には娘が必要なのよ。娘を持つ資格もある。アカディアのことは全て解決した。答えは見つけた。そろそろ他の人のために何かをするべきなのかも。どういう意味？本物のカスミが死んだのは分かってる。私と入れ替わったことも。でもケンジとレイは本当に知る必要がある？もしまた家族になれるとしたら、私がすべきことは家に帰ること。彼らが失った娘を取り戻すこと。その義務があると思う。カスミ、あなたの言う通りね。家族が必要としている。うちに帰るのよ。そうする。必需品をまとめる準備をして、みんなに別れの挨拶をしないと。いろいろと手伝ってくれてありがとう。連邦で会えるかもね。来てもらいたくないもんだ。すぐ連邦に戻ろう。でもいくつか終わらせなければいけないことがある。ねえカスミ。すぐ連邦に戻ろう。でもいくつか終わらせなければいけないことがある。釣りをして楽しいか？アカディアは外から見ると大したことないかもしれないが、仲間にとってはこれが全てなんだ。諸君、集まりたまえ。彼の言葉を聞きに集まるのだ。華々しい幻影の中、苦悶の表情を浮かべながら彼は平和と述べた。そしてここに私は従う。アトムは平和を求めている。アーハーバーとの平和、アカディアとの平和、
信との間における平和、そしてアトムの言葉に従わない者がいる場合、その悪行に対価を。彼の輝く意志に立ちはだかる者は撲滅する。アトムに栄光あれ。アトムに栄光あれ。上級調剤司祭。君か。やはりな。君の仕業だったか。幻影の中にいた。そこに光り輝くマスターのそばに。さあ受け取るんだ。アトムのお気に入りが来てこそふさわしいように思える。和平？ファーハーバート？それがアトムのご意志なら。ミサイル発射シークエンスを開始します。裏切り者！封鎖プロトコル作動。30秒後、登録ゼロへ。あんたを作ったやつによろしく言っといて。封鎖25秒。みんな正式にネクタス上級調剤司祭が、チルドレン・オブ・アトムの指導者が
我々と正式に和平を結んだわ。やつを信じるのか。もちろん。彼はそうすることがアトムの啓示だと言った。彼らのことを少しでも知ってるなら、その言葉の重みがわかるはず。でもあの宣教師たちは。彼らなら大丈夫。デクタスが彼らをファーハーバーに近づけさせやしないから。もう宣教師たちはやってこないわ。では彼らはアレンのやったことを許すのか。彼らの神が許すように命じた。だからきっと私たちは許されたはずよ。今後はお互いに干渉しないで自分たちの場所にとどまること。以上よ。最近評判の英雄さんか。チルドレン・オブ・アトムをまとめて始末してくれたからね。このキャップをどうぞ。うちの店で何か欲しいものがあったら言ってくれ。武装してないと長生きできないぜ。さあ銃を買ってくれ。ロボットになったらどうなるか、いつも想像していた。悪くないな。父さん、ただいま。君が娘を救ってくれたんだな。ありがとう。ケンジ、助けることができて嬉しく思う。連邦で親切にされることはあまりない。このことは一生忘れない。仮にまた助けが必要になったとしても、俺たちのところに来られるな。カスミ、これはつまりあなたの両親が私たちだって分かったのね。人造人間ではないのね。そうよ、お母さん。ごめんなさい。私、とても困惑していたの。別のところに行きたかったのよ。どこでもよかった。カスミ、心配するな。もう家に帰ってきたんだから。ケンジ、今度は彼女の話を聞くといいわ。守るだけではなく、話をするのよ。ああ。そうしよう。束縛ばかりして彼女を危うく失うところだった。最後に一つ二人で話すことがある。娘を無事に連れ戻してくれたことへの報酬だ。報酬として差し出せるものはあまりないが、父は連邦を旅したんだ。
亡くなる前にはかなりのコレクションを持っていた。家の近くに全て埋めてある。私は父のような探検家ではないから必要ないんだ。君が持っていた方がいいだろう。ありがとう、ケンジ。君には報酬を得る資格がある。長旅をして真相を突き止めたんだからな。本当にありがとう。君は家族を救ってくれた。このことは一生忘れない。またな、ケンジ。さよなら、ニック。君とパートナーの成功を祈ってる。何から何までありがとう。私たちはまた家族になれた。これでよかったのよね。レイにあんな思いをさせてたなんて。彼らがどれほどのものを失ったのか。
ねえ、何かしてやろうか。この業種では想定外を想定しなくてはならない。まあ確かに今回の霞の剣のようなことには一度もお目にかかったことはないがな。ものすごい冒険だったわ。ああ、島中が俺たちを殺そうとしていた。次の事件はオンボロのバーに行けるといいな。ゆっくりしてもいい。このようにうまくいってよかった。結局ここの誰もがそうなれるように中野夫妻は幸せな家族に戻ったんだ。受け渡し場所を攻撃する必要がある。ランドルフが君にメッセージを送った。H222 が連邦を出た。最初の逃亡成功の時には一杯やるのが習わしよ。デズデモーナ。クソ、オーガスタを失うのは痛いわね。あなたのせいじゃないけど。あら、また会えてよかったわ。北にいるっていう人造人間たちの話は確認できた？その通り、アカディアという場所を見つけた。人造人間が大勢いるわ。やっぱりどの噂でも北のどこかだって言うけど、どうしても場所を特定できなかったの。彼らは助けを求めてるの。正式な連絡手段を確立できる？レールロードの支援を必要としている。こんなにいい知らせを聞いたのは久しぶりだわ。私は大急ぎで北へ向かうわ。その人造人間たちと直接話せれば上々の滑り出しになる。ありがとうプロフェッサー。これでいろいろ変わるはずだわ。ここに来るまでに問題に巻き込まれなかったかな。戻ったのね。中野の件はどうなった？彼は北のファーハーバー近郊までケンジの娘を追って人造人間の避難所へ行ったわ。彼女は無事家に戻ったの。それは本当によかった。私たちがいい知らせを伝えることはあまりないからね。知らせに来てくれてありがとう。あなたとニックが共同し始めた時、いいことが起きるって思ってたの。じゃあね探偵さん。俺がよく分かってなかったら、君がこの友人を褒めちぎってると思うだろうな。気を抜かせないようにしてるだけよ、ニック。ね。どんな計画だ？あら、バレンタイン。おい、ディーマの記憶を覗いたときに何か見つかったか？俺たちの間に何が起こったのか教えてくれるものはあったか？ニック、このホロテープを聞いてちょうだい。ディーマのメモリーバンクから取り出したデータに基づいたものよ。よし、急いで聞いてみよう。なんてことだ。ディーマは俺がインスティチュートから脱出するのを本当に手伝ってくれたのか？ゴミとして捨てられたわけじゃないのか？インスティチュートの実験の影響できっとまだ意識が朦朧としてたんだ。俺は彼を本当に襲ったのか？そして帰り道にあって意識を失い、彼は死にそうな俺を置き去りにした。畜生、なんで思い出せないんだ。
落ち着いて。人は忘れる生き物よ。それにディーマとの間にあんなトラウマになるような出来事があったらなおさらじゃない。ああ、分かったよ。ディーマと自分が出会っていたことを証明するものが欲しかった。そしてそれを手に入れたが、これからどうするか決めなければ。彼にチャンスを与えるべきか、兄弟として受け入れるべきなのか。現存するプロトタイプの人造人間は俺を除けばもう彼だけなのかもしれない。ニック、答えはもう知ってるはずよ。言わなくてもわかるでしょ。ああ、今度アカディアに行った時は給油にもう少し優しくしよう。失われた時間を取り戻すために。とにかくありがとう。あんたがいなければ真実を知ることはなかった。ねえ、聞いているよニック。あまりハラハラさせるなよ。もう終わりにしましょう。残念だ。家に戻ろうかな。あんたがいないと今まで通りとはいかないだろうし。